どうも、オリオンです。今回の雑学はこちら。世界中で一番短かった戦争は何か。答えはこちら。一番短い戦争は1896年にイギリスと当時イギリス領だったザンジバルとの戦い。イギリスは午前9時2分に攻撃を始め、わずか38分、で、敵を降伏させたことなんです。めっちゃ早いですけど、まあ、これからもし戦争などが起きたとしたら、原子力やミサイル危機になるのと思うんですが、まあ、そうなったとしたら、もうあっちゅう間に終わって、数秒程度で完結してしまいますね、間違いなく。まあ、その時は勝ち負け関係なく地球が滅んじゃいと思います。地球崩壊ですね。はい。